精神科医の先生の後について病院見学をした経験から想像すると、未熟だとかわがままだとか問題解決能力が追いついていかないという問題は、日本に限らずどの国の若者にも存在しているのではないかと思う。98から1、うつ病は個人の病気なのか、周囲の環境が作り出している病気なのか、判然としない病気だと感じる。組織や地域でユートピアのような取り組み、事例があれば紹介してほしい。16、A8 から1、5つの要因があって、これさえなければうつ病にならないといった答えが存在しないのが残念なところでもある。しかし個人の采配の幅広さは大事なことで、自分の自由になる時間、お金、過ごし方など、物事の決定力は大きく影響してくると思う。組織の中では決められたことを順にやりたい人もいるし、自分で決めたいという人もいる。自分で決めたい人にとっては、誰かに決められることは大きなストレスで、誰かに決められたい人にとっては、自分が決めなければならないことが大きなストレスとなる。やはり適材適所で本人の得意不得意を見極め、組織としてうまく使っていくことが重要だろう。人材募集の段階で、こんな仕事でこういうことができる人を募集していて、こんな役割のポストだと具体的に示し、本人もそれを見て納得した上で入社し、組織の中で自分の能力が活用されていると思えば、やりがいも出てくるはず。逆に漠然と仕事を始めて、自分の予想外だったとか、異動が重なり全く違う仕事について自分の役割が見出せないと感じること、それはかなりのストレスだと思う。組織と個人の能力、得意不得意をマッチさせることは大事だろう。それが日本は労働時間が長く、職場で過ごす時間が長いため、人生において職場で何ができるかのウェイトが大きくなりがち。午後5時に退社するとして、それ以降をどう過ごすかは本人任せのところがあり、退社後の過ごし方に困ってしまう人もいる。組織としての役割を明確化する中で、本人が自分の時間を自己管理下でどう使うか、これら相互の組み合わせの度合いが重要だと思う。私がスイスで働いていた当時、有給は6週間あり、有給は全て消化した。日常勤務が午後5時までだったので、5時以降に電話するとか、5時以降に会議を組むなどはありえない状況で、職場への期待と自分への期待が当初から明確化されていた。職場は自分の振る舞いに責任を持った個人の集まりという印象だった。うつ病罹患との関係性は確かめられなかったが、働きやすさとか過ごしやすさの意味で測るなら、ヨーロッパの働き方は自分次第だったので、私としては良かったと感じている。会社が追っかけてきて、あなたの休日はこうしなさいというようなことは必要ないと思う。98から2、講演の最後でエクササイズが提案され、その中でヨガについて具体的だったが、ヨガを重要視していることの理由を説明してほしい。A8 から2、私自身もヨガをやっているが、エクササイズの紹介でヨガに触れたのは大した理由はない。ヨガは体を動かすことと呼吸を整えることだと言われている。ラジオ体操もそうだが、自分はジョギングが好きだとか、水泳が好きであるのなら、それをやれば良いと思う。ただヨガは何歳になっても始めやすいし、ヨガ教室も多いことから事例として紹介してみた。99、風といえば三大感染症などを取り上げてきたが、それは人的影響を含め国家への影響が大きいからだろう。そうした中で、今年のテーマとして精神疾患、うつ病を取り上げたのは興味深い。日本は世界に先駆けて超高齢社会を迎えたが、高齢者の中にはその日にすることがないと困り果て、ストレスにつながっている人も多いようだ。ストレスとうつ病の関係性について研究が進めば、いずれ高齢化を迎える世界の国々にも役立つのではないかと思うが、杉浦先生の見解を聞きたい。A9、風は保健衛生分野から3感染症などに取り組み、国家の安全や発展に寄与しようとしているが、うつ病も生産性にも関係し、各国の経済活動に大きな影響を与えかねない。三大感染症のように疾患そのものでなくなることはないにせよ、日常生活が行えず経済活動に参加できないわけで、国家の発展への寄与の意味から、うつ病とか精神疾患は重要なテーマと思う。三大感染症との違うところは、例えば隣の国で感染症のインフルエンザが発生すると、日本の安全や発展に影響するようになるので、隣国のインフルエンザ対策に日本が人やお金を送ることは成り立つ。しかし隣国の自殺対策に人を送るようなことがないのが、三大感染症と異なる点だ。認知症対策は日本が必要に迫られて取り組んでいる最中であり、医療だけでなく、街づくりの面から認知症であっても暮らしやすい街を作ろうと、オレンジプランを策定、総合的な見地から取り組み出している。若い国、平均寿命が低い国、
にもいずれ高齢化率が高まり、2025年にアジア地域は高齢化していると言われている。日本が取り組んでいる認知症対策の中で何が成功で何が失敗かを共有することは、世界にとっても非常に役に立つと思う。高齢者がすることがないという指摘だが、私の実感として、例えばスイスのマッターホルンなどの山々には元気な高齢者たくさん来ていて、遠くに行けば行くほど日本の高齢者は旅に出ているし、時間もお金もあって伸びやかに暮らしているというのが私の印象だ。ただ若い頃から仕事一途にやってきた人にとって、ある日突然来なくていいと言われたら、明日朝起きたら何をしたらよいのか困るだろうと思う。私の祖父も父親もそんな時があったと思う。祖父も父親も昔やりたくてもできなかった買ったことを思い出し、父親は好きだったギターをやり始め、それがきっかけで仲間ができ、今では仕事のことなど話題にもしなくなった。運動もそうだが、若い頃に好きだったことが多くある人ほど時間ができた時にいろんなことに取り組みやすくなると思う。やはり孤立、孤独は辛いことであり、若い頃から様々なことに興味を持つこと、それは長い人生の中では大事なことだと思う。17、18、多文化交流フェスティバル in 東京2018展示要項。多文化交流フェスティバル in 東京2018の企画し、昨年2016年の訪日外国人数は2869万人となり、政府は訪日外国人客数の目標を2020年までに4000万人と倍増しました。在日外国人もまた増えています。しかし言葉や文化の壁などから外国人と話すことに抵抗感を持つ日本人は多くおり、日本国内において言葉文化を理解し、外国人と共生できる社会環境の実現がより一層願われています。私たちの多文化交流フェスティバルでは、多文化共生社会の実現に向けて国際交流を推進するとともに、東京オリンピックの成功につながる文化の発信を目指して本企画を開催いたします。第3回目を迎えた昨年は17大使館の講演のもと、当日は60カ国より約600人が集いました。多文化交流フェスティバルは舞台公演と展示出展からなり、ダンスや音楽、そして展示を通して各国の文化を楽しみながら交流していただくことを目的としております。こと文化交流を体験していただけるフェスティバルです。また出展販売される皆様には売上の一部をインドネシアの植林支援金として送らせていただきます。多くの方のご参加をお待ちしております。2、開催日時と会場。日時2018年9月24日祝い12時会場13時30分開演18時終了。場所四ツ谷区民ホール東京都新宿区内東町87番地。地下鉄丸の内線、新宿御苑前駅、2番出口より徒歩5分、参加予定人数、700名、入場料、500円、チャリティーイベント収入の一部をインドネシア植林支援に使用します。3、展示について、ジュースの展示団体を募集します。各団体やプロジェクト活動をより多くの方にご理解いただく広報の場としてジュース展示をご活用ください。またジュース出展者の皆様にはジュースにて国際交流を積極的に促すために簡単なプログラムにご協力いただく場合がございます。ジュース展示ではチャリティーグッズの販売やしっかりと包装されたクッキーや市販のお菓子の販売は扱うことができますが、その他の食品販売はできません。詳しくは注意点をご覧ください。1展示場所と団体数、最大16団体となります。場所は四ツ谷区民ホール QF ホワイエと 10F ホール前のフロアです。に使用できるもの。蝶机を1択とスチレンボード2枚を使っていただけます。スチレンボードのサイズは 1820mm 非軽クルー 910mm となります。数の関係で黒いプラスチックボードを使っていただく場合もあります。3、駐車場について。会場の駐車場は使用することができません。近くのコインパーキングなどの駐車場をご利用ください。4、展示担当者の入場に関して。展示担当者のチケット代は2人まで無料になります。そのため誰が担当者になるのかを事前にご連絡ください。なお当日の展示担当者集合時間は10時半となります。4、出展料について。出展料は展示のみの場合は無料です。販売をされる場合は売上の1割を当日中に計算して支援金としてお支払いください。インドネシアの植林支援のために支援させていただきます。5、その他の注意点。1、販売について、国際貢献などのチャリティに関わる物品及び各国の民芸品などの販売は可能です。商品の金額と販売品目を申し込み用紙にご記載の上を申し込みください。2、飲食の取り合い。出店者が調理した食品は原則的には販売できませんが、市販の賞味期限が入った食品としっかりと包装されたクッキーのみ販売可能です。3、ゴミの取り合いについて、展示に関して出てきたゴミのみ、こちらで処理いたします。ただし展示で使用されたものでも処理が難しいゴミに関しては持ち帰りをお願いする場合もあります。6、
当日の流れ、会場利用時間9時21時45分10時30分展示担当者集合米印昼食は各自でご用意ください。10時30分12時展示の準備、12時18時展示時間帯会場時間12時、ステージ、開演13時30分17時30分、17時30分18時30分の地片付け片付け、終了後随時解散。7、ブース出展者の決定プロセス、申し込みいただいた後、実行委員会で精査し、代表者にご連絡させていただきます。ブース出展可能な団体例、海外で国際支援を行っている団体インポング号、インポー日本国内で多文化共生をテーマに活動しているインポング号、インポー、インポー、ボランティアグループ日本在住の在留外国人のコミュニティや、米印国際交流をテーマとしたイベントなので、外国人が出展者の中にいるとなお良い。8、担当者連絡先、多文化交流フェスティバル in 東京実行委員会担当者、河野博明、河野幸喜。